稲町立小針中学校は埼玉県北足立稲町にある公立中学校。稲町立小針中学校は1982年4月1日に創設された。教育目標は自らを鍛える生徒、正しく賢くたくましくである。校訓は新種である。作詞、宮沢昭治、作曲、小山昭三8時25分マイナス8、35の 時間帯に設けられている MBT とは各教科の勉強や読書に充てられる学習時間である。バーディーとは平成18年に生徒によりデザインされた小針中学校の狸のマスコットキャラクターの名前に由来する。またその名前は当時の全校生徒の投票により決定された名前である。野球部、サッカー部、バスケ部、バスケ部、テニス部、テニス部、 バレー部、バレー部、男子卓球部、女子卓球部、柔道部、剣道部、陸上部吹奏楽部、合唱部、美術部、文芸部、科学技術部、家庭科部このうち、陸上部は2009年、合唱部は2010年に、家庭科部は2011年に、男子バレー部は2013年に新設された部である。実績2017年度新人戦にて、サッカー部権大会優勝。 陸上部優勝、男子リレー4位入賞と高い運動部のレベルは非常に高くなっている。陸上部、全中出場者2名、ジュニアオリンピック出場者、関東大会にリレーで2度、個人で1名出場させるなど近年では、埼玉陸上界に、小針はリレーと、ハードルが強い。という名である。ありがとうございます。